僕の名前はモブー。サンシャイン新聞で働く大企業サラリーマンだ。新型ウイルスの影響で緊急事態宣言が出され、先週から在宅勤務をしている。猫田商事に送る注文書はこれで問題ないな。あれ、でもハンコはどうしたらいいんだろう。お疲れ様です、犬山課長。おお、モブ、どうした？猫田商事に送る注文書なのですが、ハンコってどうしたらいいですか？もちろんハンコは必要だ。そうだな、仕方ない。15時に会社に来てもらおう。わしも出社してハンコ押すから。在宅勤務の状況ですし、電子ハンコではダメでしょうか？電子ハンコ？なんだそれは。電子文章に押せる印鑑のことです。これを使えば印刷代も不要になりますし、スピーディーに書類のやり取りが可能になります。しかしだな。もちろん出社する必要だってなくなります。これを機に導入するのはいかがでしょうか。だがこれは会社の規則だ。決済にハンコは必須。うちの部だけ勝手に変えたらダメだろう。前例がないからな。とにかく出社するように。会社まで約1時間、ハンコを押すためだけに出社するなんて、僕は何をやってるんだ。こういう状況でも出社しないといけない人はいるんだよな。これでよし。ありがとうございます。そうだ、犬山課長、16時からビデオ会議の予定でしたよね。そうか、そうだったな。せっかくですから、ここの会議室を使ってやっちゃいますか。どうせ誰も使ってないんですし。それはダメだ。なんでですか。今はリモートワーク中なんだぞ。ビデオ会議をするのが決まりだろう。では本日の業務報告を始めます。よろしく頼む。